はよう、めぐろでーす。そんなめぐです。その合間でちょっと違うの。どうしてもめぐろをね、なんでもいいから真似したくなる。いいえ、でも私たちのほら、先生じゃない。そうだ、ね、先生だから、先生のことをなんとか盗もうと思ってる。おー、もうちょっとニュアンス違っちゃうんですよね。気持ち悪いわかる。はい、雨女です。はい、困ったな。ね、でもあのずっと乾燥してたから今日は恵みの雨じゃないですか。メールだしね。そうそう、あの、おっとこれ終わっちゃうじゃん。終わっちゃったもん。始まったばっかりですから。おはようございます。今日はこのままあのラジオの後にね、うん、そうですね、クリスタルハワイアンクラブのレッスンの、はい、レッスンもございますので、ね、雨だろうが曇りだろうが晴れだろうが盛り上がってますけれども、一応あの第2回の発表の場も決めちゃったしね。そうそうそう、誰の意見も聞かずに。本当だよね、びっくりしちゃって、ちょっと待ってちょっと待ってと。でもいいですよね、そう強行突破も、ね、はいはい、私は嫌いじゃありません。はい、今日もじゃあお知らせから参りましょうかね。お知らせから、はい、はい、もうあの動いてるんですけれども、なんとママ応援、企画なんですね。写真上がってたの可愛いよね、抱っこして。そうなんですよ、ね、でね、今あの火曜の10時から元気に子供たちとお母さんと踊ってるんですけれども、うん、なんとお月謝3,000円だから、ちょっと高いランチを1回我慢するか、うん、焼肉1回我慢でもあのスポーツの秋とかね、体を動かす秋に始めて、いや、大事、いかがでしょうか。で、まあ、フラをやり始めると本当人前でね踊って表現のことなので、あのそういうこともいいかなと思うんですけど、やっぱちっちゃい子がいたり、あの発表会発表会って続いちゃったりするとちょっと難しいななんていう方は、あの発表会とかには出演しないんですけれども、あのフラのハンドモーションとあとステップで楽しく汗をかいて、まあ、あのいろんな意味をね勉強していきましょうなんていう、クラスになります。今火曜の10時から募集しています。火曜の10時から11時、ぜひあのママフラでエクササイズ、はい、お申し込みください。 03-5634-4434 ジャムスタジオまでお問い合わせください。さらに盛りだくさんだよね。そう、盛りだくさん、お知らせは続きます、はい、そうなの、ここでね皆さんに知っていただきたいなと、キッズバレエをやっております。あのすごくクラシックバレエスタジオさんみたいにあのビシバシやるっていうことではなく、表現としてのバレエなので、無名塾の女優さんが教えています。木場出身で今も木場に住んでるんですよね。エマ直子さんがインストラクターをやってくれています。お月謝6,000円、本当下町価格でやらせていただいております。こちらもキッズバレー希望ということでお電話いただけたらと思います。あのジムが常駐ではないので留守電に、私今ここにいますのでそう、ね、今かけてもう留守電になっちゃいますけど、あの今かけていただいたらお名前とあと希望のクラスを言っていただければと思います。もうこの3連休、うん、頑張ってみんなイベントに3連チャンで、たくさん写真アップされてたね、はい、ありがとうございます、ね、みんなね本当に楽しんでくれて、あの印刷は結構大変なんですけど、もうね、3歳、4歳、5歳がワイワイね、先生ね、先生ね、こっち、はい、こっち、集まって、そっちじゃダメとか言いながらね、あのやるんですけど、今週末もキッズダンス、明日だ、ありを来たすなというね、ところで、吹き抜けの、フードコートの吹き抜けのところで、ジャムスタジオ出ますので、こちらはキッズダンスと、今、火曜の5時から頑張ってるヒップホップの生徒たちが、あのキッズダンスイベントということでねやらせていただきます。もしお近くの方がいましたら、ジャムスタジオとこうね順番書いてありますから、覗きに来てくれたらと、まあ、そこに私もいますのでぜひ会いに来ていただけ、ヒップホップ踊るの、私ねヒップホップ今度始めるんです、また大人のヒップホップを、はい、それが火曜のですねお昼にやろうかなと思って、一回やってみたいな。ビジター OK？ はい、ビジターもちろん OK です。一回やってみようかな、はい、挫折して帰ってこいやらないと普通に勝手に思いが通じないのよ。まだやらなくちゃいけないのが裏面、こうどうしようかな、裏面っぽいですよね。ちょっと一回
恥を忍んでいく。ゴッくんもね、多分ね、またできちゃうんだよね、動けちゃうからまた。いや、そうできちゃう。ヒップホップはリズムがちょっと ね、あれはやばい。若いと体に入ってるんだけどね。なかなかね、あのダウンとアップのリズムっていうのが取りづらいですけど、でもね、大人の方でね、結構ヨガとかフラとか進めるんですけど、いや、私は激しいのがいいのとか、あのいっぱい汗をかきたいのっていう方がいらっしゃって、あのもう火曜の、来週の火曜日から始まります。でちょっと夜クラスも、あと親父ダンサーズ始めようかね。そうなんです。プレゼンから何か行かせようか。でもなんか振りによってはね、親父ダンサーズめっちゃかっこよくなるんじゃないかなみたいな。絶対いい、ね、あとちょっとそれも今企画立ち上げてまして。どうする、すっごい上手くなったらめっちゃキレキレのダンスです。結構ショッパーですね。そうやろうかな。衣装から買ってきちゃうからね、大人の形から入るからね。そうそう、大人の形からね。まずネクタイでしょ。そっちそっちか、新橋の方ですかね。あと12月からあのヨガも始まります。ハワイアンヨガって言って、まあ、あるの？そうなんです。ハワイ由来のヨガっていうのもあったりして、そのお勉強されてた方がもともとエステティシャンなんですね。なので小顔ヨガっていうのをやってくださるっていうことで、12月から。私、はい、近所でホットヨガ始めたの。ホットヨガも、ね、確かにいろんな種類があって、こう牛のヨガだったり、そうなんです。で私もそうそうそう、リンパマッサージの資格を持ってますので、そのリンパをあのまずマッサージしたり、ポージングでリンパを流すっていうことで、そうそう、小顔になれるよヨガを12月にまた立ち上げますからね。はい、もう着実にこういろんなミーティングをしながら、クリスタルじゃないですけど、足をこうしろってね、そうそうそう、どんどん進めている最中なので、あのまた面白いことね、こんなのありませんかなんていう質問もお電話でもいいので、もしあの人が見つかれば、やりたければ、うちのスタジオを使ってですね、いくらでも、もうマンツーマンでもいいのでやっていこうかなと思ってますので、はい、楽しいことを発信していこう。とりあえず一歩スタートするには、めぐちゃんのスタジオは何でも聞いてくる。そうそう、間口広いから。そうだね、私がやってますから。それだけは間違いない、間違いない。でもまあ楽しんでいただけてるっていう実感がね、あるから、次から次にこうできるんで、本当みんながみんなにこう背中を押していただいてる、まああのだいぶ強くキリンさんに押されてますけど、なんかそのね、えいっていうのも私にとってはすごい重要だったりするので。なかなかさ、ヒップホップはヒップホップ、フラはフラっていう教室が多いから、うん、めぐちゃんのとこ行ったらさ、そうやってキリンさんがさっきみたいに、あ、ヒップホップあるんだったらやってみたいって。多少のね、多少のいくつかあるとこはあっても、これだけいろんなね、ないよね、劇団の人たちはいるわね。そうです、お芝居もね、やってますし。これだからめぐちゃんのやってきたことが、そういうところ全部通ってきたところが今ね。そうなんですね、なんか。すごいよ。習う側としてもね、あ、そうですね、うん、だからクラブダンサーやっててよかったなとか。ねえ、思うよね。私もラジオやっててね、いろんなことが全部今使えてるもんね。そうなんですね、不思議とね、うん、だからいろんなことに挑戦して、うん、こうちょっとかじっとくだけでも、うん、あの何かもしかしたら何かの役に立つかもしれない。で、本当にあのこういう変な教室ですけど、でもジャムスタジオっていうだけあって、本当にジャム、いろんなものが詰まっているので、はい、ここに来て笑顔になってほしいなと思います。分かったよ、ヒップホップやるよ。2回やるよ。2回やってみるよね。あ、やっぱ、ヒップホップもともとやる。そうだよ、そうだ。じゃあいいや、いいよ、先頭でやって。先頭譲られました。そう、そんなみんな仲のいいね、あの人たちの今日は歌う曲持ってきましたので、はい、なんかね、仲のいい2人がいろんなところに行っていろんなことするよっていうことなんですけど。適当だな、適当だな。まああのカカアコでビーフシチュー食べたり、ワイキキで泳いだり、カパフルでリーポアの海藻を取って食べたりとかね、そういうあの楽しく過ごしたよね、こっからも楽しいよねなんていう、クリスタルのミッチーナとあのキリンさんみたいな。そんな二人がしょうがないから名前を入れて歌おう。難しいよ、語呂が難しい。ヘネコワカ、ヘネコワカ、ほあめあめまか。
キリさん、イエーイ。はい、今日もありがとうございました。はい、ありがとうございました。また来週楽しみにしています。はい。